今日午前3時半過ぎ熊本市中央区安西町に設置された防犯カメラの映像です男性がストレッチャーに乗せられ救急車に運び込まれていますその周囲には警察官が次々と集まってきます警察は今日午前3時半ごろ面識のない男子大学生の顔を殴るなどし怪我をさせたとして 障害の疑いで熊本市に住む17歳の無職の少年を現行犯逮捕しました少年はこの場所で何らかの因縁をつけて男子大学生の顔を突然殴ったということです現場には血痕が残っています男子大学生の顎付近には殴られたような跡があり病院に運ばれましたが意識不明の重体です少年は通報で駆けつけた警察に俺がやりましたと話し その後調べに対して笑われたような気がしたなどと容疑を認めているということです少年の子気からはアルコール分が検出されています当時男子大学生と一緒にいた友人は警察の聞き取りに突然のことで何が起きたのかあまり覚えていないと話しているということです警察が事件のいきさつを調べています